ひろゆきさんと奥さんの馴れ初めを教えてください。なんかうちの彼女の話をすると怒られるということが判明したので話さないことにしてます。ひろゆきさんが今の奥さんと結婚する決め手になったのは何ですか？結婚する決め手自体は、彼女の誕生日の時にちょうどサイゼリアで知り合いと飯を食っていて、で、フランスのビザ取るんだったら結婚した方が楽だよなっていうのと、誕生日と結婚の日一緒だと、なんかお祝い一回で済むんじゃねとか忘れないんじゃねっていう気がして結婚したっていうのが理由ですね。今度彼女にプロポーズしたいのですが、ひろゆきはどうやってプロポーズしましたか？結婚した後にプロポーズした気がしますね。はい。その、結婚したのどっかで話したと思うんですけど、その、朝5時ぐらいまでサイゼリアにいて、で、サイゼリアが閉店になって家帰って、あ、今日誕生日だから結婚の日と誕生日一緒だと、お祝い1日少なくて済むじゃんっていうのに気づいて、今日結婚しようって言ったので、プロポーズはしてないですね。こんばんは。結婚の良さとは何でしょうか？結婚相手を探さなくて済むことじゃないですかね。結婚して幸せだなとか、結婚して良かったと思う瞬間ってありますか？なんか起きたらご飯がある時とかじゃないですか？ひろゆきさんは結婚して幸せに過ごしていると思いますが、結婚しない、かっこできない人の立場で、結婚しない独身のメリットをひろゆきさん視点で語ってほしいです。まあでも自分のお金と自分の時間が自由に使えるので、何か好きな趣味がある人だったらそっちの方がいいんじゃないですか？なんかレストランにご飯に行きたいとか言われるのを断るのがめんどくせえみたいな、そういうストレスはなくなるんじゃないでしょうか？ひろゆきさんが考える理想の夫婦ってどんな夫婦ですか？ないんじゃないですか、そんなもの。普段奥さんにどんな風に愛を伝えてますか？伝えてないんじゃないですかね。なんだろうな。理想というものがあるという考え方が僕は良くないと思うんですよね。なんか、要は、なんか理想があると、多分理想通りに行ってない時に、うまくいってないという感覚になると思うんですよ。例えばじゃあ、僕の知り合いのデブで性格の悪い、死んだ魚を見るしてるおっさんがいるんですけど、で、彼は、理想はジャニーズ事務所に入りたいなんですよ。でも、現実問題、ジャニーズ事務所には入れないじゃないですか。そうすると、ジャニーズ事務所に入れないっていうのをずっと思い続けなきゃいけないんですよ。でも別に理想がなければ、その性格の悪いデブとして楽しく生きていけばいいだけじゃないですか。でも、ジャニーズ事務所に入れない、なぜ入れないんだろう、どうにかして入りたいって一生懸命頑張ったとしても、それは全部無駄になるんですよね。なので、その理想とかって持たない方が人生は楽しいんじゃないかなと思いますけど。ひろゆきさんは論理的な方ですが、彼女はどうですか？いいえ。はい、すいません。これ以上言うとなんかね、いろいろあるからね。日本は地震など災害が多い国ですが、それでも日本に住み続ける人をバカだと思いますか？まあ別にバカだとは思わないですけど、ただマンション買うとかだとちょっと微妙だなと思いますね。マンションって基本的には資産になるので、本当にすいません。いや、大丈夫ですよ。間に合ってるんで大丈夫です。ほんと間に合ってるんで大丈夫です。全然間に合ってるので、後日、すいません。お疲れ様です。おやすみなさい。おやすみなさい。はい。日本は地震など災害が多い国ですが、それでも日本に住み続ける人ばかだと思いますが、マンションというのは資産になるので、地震とかが起きた場合に、じゃあその資産価値下がるよねっていうのがあるのと思います。うつ病の女の子と付き合っていくのって大変だと思う？別にうつ病に限らず人間と付き合うのは大変ですよ。自分とは違う生き物なので、好き嫌いとかあるわけじゃないですか。ただ、なんか、要は自分が嫌だと思うものは、実は相手は嫌だと思わないみたいなのがあって、例えば、うちの彼女というか、奥さんというか、家内というか、妻なんですけど、掃除好きなんですよね。で、僕、掃除嫌いなんですよね。だから、便利だなと思って。要は、僕が嫌でやりたくないことを、彼女は好んでやってるんで、あ、ごめんなさい。好きじゃねえよ。あ、すいません。好きじゃねえよって言われた。すいません。なかったことにしてください。本当にすいません。アイドルと呼ばれる、なんか異性に恋人であるかの誤解をさせるみたいなタイプの仕事をするんだとすると、あ、ちょっとすいません。
ちょっと待ってください、すいません。いや、早い早い。ですね、うちの彼女というか、サイ君というか、奥さんというかが、鍵を忘れて出かけまして、ドアを開けるっていうのをやってました。はい、すいません。すごい生活感出てしまいましたね。はい、すいません。